池崎君、はいはい、席に着いてください。あ、席着きました。名前がすごい長い。どうもどうも、名もなきネズミです。はい、大家の犬間にアマンガス待望の第3弾よいしょ、ではね、ヘイヘイヘイ、みんなすごいね。ジャスティス、ジャスティス、早速メンバー紹介。継承略順不動アニジャ、どうもアニジャです。オトジャ、どうもオトジャです、よろしくどうぞ。わこんばんにちは。こんばんにちは、そしてワツイチ、おーツイッチでございます、よろしくお願いします。よろしく。清塚信也、イエーイ、ジャスティス、ジャスティス、違うな。松丸亮吾、はい、松丸、あー、猫が本当の声が、松丸です、よろしくお願いします、ね、お願いします。サンシャイン池崎、どうもサンシャイン池崎です、ジャスティス、ジャスティス。そして新メンバーがいるよ、今日は新メンバー鈴村健一、お鈴健一です、よろしくお願いします、イエーイ、よろしく、よろしくお願いします。で、エアーシップっていうところでね、やってみたいと思います。エアーシップ、広いとこだ、はい、広いとこですね。まだわかんないな。みんなね、この違いがあるな。ちょっとわかんないな。すごい、初めてだ、ここ。なんだこれ。今日もね、皆さん集まってくれてありがとう。それでは、早速行ってみようか。いただきます。オトジャ、頼むぜ。はい。最初は、クルーがいいな。いや、どうなるやら。いいですよ。悪い人はいないと信じている。よかったわ。絶対に悪い人はいないと信じている。絶対に悪い人はいないと信じているぞ、アニジャー。よし、クルーだ。仲間と力を合わせてやっていきます。さあ、今回も始まります、アマンガス。皆さんよろしくね。生き残るぞ。あー、でもこのエアシップ、あ、リョーコちゃん。エアシップでかすぎて何やるかわかんない、ネズミさん。これ何やんの、ここは。なんだこれ。もうタスク一つ一つがわかんない。ナイス。素晴らしい。素晴らしい。いいボタン。まずはね、まずは。まずクルキールだよね、クルキール。そうだ、はい、クルキール。なるほど、なるほど。クールダウンを、はい。なんで？なんで自分に？どうした？どうした？あれ？ケンイチさん、自分に入れちゃってたね。さあ、このタスク何やるの？お財布にちょっと見えてる数字を入れるのかな？あ、これ数字によってはシビアだね。あ、これボタン押すかな。このボタン押すとミーティングが開けるのでね。一人一回押せます。クルキールってみんな言ってたけどさ。うん。インポスターを邪魔しようっていうことだよね。ボタンを押して、時間稼ぎして。あー、これはこの乗り物が自分のいる島にうまいこといないと乗れないってことだ。でもいるとショートカットできるのね。なるほど。あ、ちょっと広くて難しいな。お、音じゃ。あ、ドア開けてんのにこっち向かってきたよ。しかも池崎さんもいる。二人が、インポスターあったらやられるね、これ。これは、そうね、まっすぐにするのね。あ、池崎さんなんか待ってる。あ、なんかまとわりついてくるよ。今の動き超怪しかったね。あー、さあさあ、ちょっと池崎さん、怪しいな。これは何すんだ、これ。現像かな？うん、これ駅につけとくのかもしれない。そうしてる間にも停電が起こってます。停電を起こしたり、ドア閉めたりするのは手だれだからね。結構このゲームやってる。あ、また池崎さんなんかずっとここにいる。オッケー。うわ、やられた。なるほどね。違いますよ。はい、死体を発見しました。はい、なるほど。ここはツーブロがマジ疑われるところだね。そうだね。高確率でツーブロですからね。やめてくれ。でも松丸くんが天使の輪っかついてから、はい、松丸くんやられたのかと思ったんですよ。本当だ。確かに。ちょっとね、紛らわしい。申し訳ない。生きてます、生きてます。珍しく生きてる。最初に絶対やられると思ってた。本当だ。そうか。ですね、停電が起こる前かな？停電が起こる前に、うん、医務室？あ、なんか診察室にいたんですよ。うん、右下ですか？右下。そうです、そうです。で、見たらちょうどその瞬間もツイッチさんがやられてしまって、あ、誰に？あ、こいつはやべえと思って、死んだ瞬間はわかるんですけど、
どこで死んだかとかは分からないんですよね。ああで、場所は分からない状態なのか。場所は、あ、場所は分かります。場所はキッチンです。あ、キッチンで死んだ。で、僕、セキュリティールームで、うん、僕とおついちさんと名もなきネズミさんがいた気がしてて、うん、取った。はい、その状態で僕だけ右に行って、電気室から診察室に行ったんですね。うん、はい、うん、俺もいましたよ。アニサさんはいました。俺違うよ。セキュリティールームでモニター見た。あれ？じゃあネズミさんじゃないか。アニサさんか。ネズミさんもいた。あ、ネズミさんもいた。キッチンで生まれたの。キッチンで生まれてセキュリティールームから電気室通ってそのまま上に行ったの。シャワー室に。なるほど。あれがあるから。タスク。そしたら、うん、いや、まあちょっとまだわかんないですけど、僕はセキュリティールームでおついちさんと会ってたから、セキュリティールーム方向におついちさん死んでるなと思って探しに行ったら、キッチンの方で亡くなってたんで、多分セキュリティールームからキッチン側に行った人が怪しい。もしくは、キッチンで合流した反対側から合流した人かなとは思ってて。あ、武器庫か。デッキの方にいた人がいたかもっていう。少し前だけど、シャワー室で音じゃとサンシャインさんと一緒だったね。うん、一緒にいた。で、音じゃ左に抜けてったかな、先に。俺、ミーティングルームに最後いました。うん。ちょっとアニジャさんボタン押してほしいですかね。あ、でもアニジャさんボタン押したのか。おっしゃったる。うわ、白い。で、考えられるのは電気消されたじゃないですか。うん、消されましたね。そのタイミングは電気消して近づくやつやりたかったってことですよね。ああ。いやー、どうでしょうか、皆さんはどなただと思いますか。セキュリティールームにいたアニジャ、ネズミさんのうちどっちかがインポスターなんでしょうか。リョウゴちゃんもいたわけだからね、それで言うとね。はい、停電直します。で、おとじゃも左回りでキッチン行ったかもしんないしね。そして池崎さんのあの動き、あれはどうだったんでしょうかね。謎は深まるばかり。おっ、ボタンを押してもうちょっと話した方がいいなと思ったんでボタンを押しました、はい、ありがとうございます。はい、さっきの流れで言うと、アニジャさんがセキュリティールームからキッチン側って行きました、はい、どっち行きました。俺すれ違った、すれ違った、誰かとすれ違った。キッチンで生まれてセキュリティ電気室とシャワー室の方へ行く道筋で誰かとすれ違う。誰ですか。したらさ、アニジャさんかな。これでも俺じゃないな。アニジャすれ違わなかった。俺はアニジャだって。でもセキュリティールームの中ですれ違いましたよ。俺まだ監視カメラをずっと見てて、で、うん、おついちがその右から電気室側からキッチンの方に行ったのは見たんですよ、うん、はいはいはい。で、松丸くんが最初にそのセキュリティルームでタスクをやってるのを見て、俺はセキュリティルームのカメラを見てて、うん、あ、それは見てました。セキュリティルームのカメラ越しに右側にうーって行くのは見たん で、うん、でその後ネズミさんが左から来たのは見てるんですけど、うん、その後俺はそのまま上にメインルーム側に行っちゃったんで、なんか俺黒くない？ちょっと一応そうっすね、黒目ですね。あの診察室でセキュリティールームから電気室通って診察室に行ってみて、ちょっとしたらおついさんが亡くなったんで、結構そのセキュリティールームに行った人たちは怪しいなと思ってて、僕目線だとアニジャさんとネズミさんは怪しく見えちゃってますけど、これケンイチさんはどこにいたかっていうのが分かれば。僕はですね、はい、どこにいたかもわからないまま、宿舎のあたりを通路をうろうろして、ミーティングルームにやっとたどり着いたと思ったぐらいの方です。あ、でもそれ、清塚さんとすれ違ったと思います。池崎さん、それ挑戦状ということで。池崎さん、何おとじゃに投票しちゃってんのよ。いや、しかしどうかね、アニジャかネズミさんかに一人インポスターいるかね。二人ともって可能性もあるからね。しかし池崎さんのあの動きもね、で、おとじゃも完全に白じゃないからね。そして松丸さんもね。まあでもりょうごちゃん冴えてるな、やっぱり推理がね。インポスターじゃないなら、あ、そのおとじゃ、あ、ケンイチさんもいた。3人いれば大丈夫かな。あ、これやっぱり現像なんだね。ちょっと時間がかかるタスクだ。はい、そうしてる間にもまたほら停電起こされた。ちょっと停電みんなに任せるわ。ここのタスクやっちゃうね。ちょっとタスクよくわかんないから先に終わらしちゃうわ。せっせかせっせか。おっ、ケンイチさん、何、うわ、やりに来たんだと思った。今何、今の動き怖かったよね。あ、兄ちゃんもいる。あ、池崎さん、
またここにいるよ、ほら。なんかうろうろしてさ。怪しいよね。よし、初代狂人ムーブの清塚が池崎と対決じゃ。かかってこい、やれるもんだよ。お父ちゃん気づいて。めっちゃ丁寧にやられたな。どうした？おい、どういうことですか、これは。死んだ。これさっきすれ違ったよ、俺。さっきすれ違ったの？すれ違い邪魔にやったの？お父ちゃんとすれ違う前にいたよね。いや、いた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 。真ん中メインホールですね。で、私、電気室取って、電気暗くなったじゃないですか。なった。ライトオフになったので、普通にじっとしてんのを見たの。診察室通って、鴨室室で電気直そうとしたら直ったんで、戻ってメインホールまで来て、エンジンルームに行ったら、エンジンルームのとこでダウンしてました。エンジンルーム？エンジンルームです。で、ハッチの近くだったから、やっぱ兄じゃないか。ハッチで逃げた。ちょっと待ってください。最後、俺、ネズミさんとすれ違ってます。アーカイブの下のところで。あの時、挙動が不審だったんだよ。あ、でも、右側にいたんですね、ネズミさんたちは。私はね、シャワー室からアーカイブ、あの辺にいましたね。あ、一応ちょっと僕、先にちょっと位置言っておきたいんですけど、ケンイチさん最後アーカイブにいましたよね、おそらく。アーカイブ付近いましたよね。イブ付近にいました、いました。ですよね。セキュリティルームで見てました、はい、最後の瞬間。あれ、池崎さんどこにいたんですか？そこでうる。僕ですか？さっき俺に投票した池崎さんどこにいたんですか？シャワーしたら出違いましたよね。いや、あれは、たまたま手が滑ったんですよ、本当に。そういうの、そんなジャスティスじゃないことしないですから。そんなジャスティスじゃない。もう、ジャスティスですから。言い逃れたって言い逃したんですけど、ジャスティス、はい、俺最後言っときましたからね。あ、これは。そうなんですか。いやいや、僕は、僕結構いろんな人とすれ違ったんですけど、その、ネズミさんともなんか、アーカイブとかあの辺でうろうろして、うん、で、左の方行って、左の方。え、オトジャさんも一回すれ違いましたよね。メインホールで多分ネズミさんと、てか、うん、あ、ケンイチさんもいたかな。地点は一緒だったんですよ。感謝員。なるほど。で、そこからメインホールあたりで多分分かれたとは思うんですけど。僕は、どか、もう僕も初めてなんですよ、このマップが。だまあ、確かに迷ってる風ではあった。うん、確かに迷ってる。なんか、お父ちゃんの後ろずっとついていくのは見たけど、俺。うん、ついてた。けど、途中で別れたんですわ。ちょっとボタン押したいですね。そうか。疑わねえから、これ、兄弟だ。なるほどな。まあ、そういうことやんな。そういうことですよね、清塚さん。いや、私はもう、初めの時から、ええ。ジャスティスはインジャスティスだなと思いながら見てたんですけど。え、インジャスティスなんですか？インジャスティスでした。あ、そうなんだ。俺、今、兄弟かなと思ったんだけど。兄弟のうち一人いるのかどうかわかんないけど。あ、兄者です。あ、じゃあもう、出揃いました。いや、で、なんか、おとじゃが妙に神社のこと怪しまないから、うん、兄弟かなと思ったんだけど、あ、そうか、インジャスティスか。インジャスティスですね。割と分かりやすいっちゃ分かりやすかったです。音じゃが気づいてもいいかなと思ったんだけどね。ナイスです。ナイスボタンです。りょうごくん。はいはい。はい。僕は潔白なネズミなのになんで逃げたの？え、怖いから。一応はしご使ってめっちゃ逃げてます。使ってたら。一応ちょっと気になったことで言うと、うん、クラッシュ起きて左側のボタンの前にずっとネズミさんがいたのに、はい、左側だけ直んなかったのは何ですか？右側にずっといたの私なんですけど、全然直らなかったですね。あれ、僕左側ネズミさんいるから直るだろうなって思ったら全然直んなくて、開いたら、遅いんだよ。そうなんですよね。いや、うん、それは押すの遅いんだよ。数字入力苦手だったのは前も、うん、あったんだよな。どっちだろうな。結構だとちゃんとイベントも起こすし、ドアも閉めてるからな。アニジャだと思います。結構アニジャさん、僕もアニジャさんだと思ってます。
何やらなかん。え、あと何より一番最初におついちさんがやられてるっていうとこがね。そうなんだ。そして器用でしょ。めちゃくちゃめたい。そして器用みたいな。思い出してください。思い出して。リンポさんは一人じゃないんですよ。そう、二人いる。まあまあ、二人いますけどね。なんだよな。なんか、いや、最初のキルで、ネズミさんが電気室通って上の方、電気室の方行ったよって言ってた話の時、アニジャさんとすれ違ったって言ってたのに、アニジャさんが電気室からメインホール行ったよってその後言ってたんですよ。おだ食い違ってるんで、どっちかは多分黒いと思ってて。ああ、食い違ってる。で、ネズミさんが今ボタンを押してるのを考えると。食い違ってないですよ。同時に行ってないですよ。いやー。まあ、同時じゃなくても黒いことには変わりないので、はい、まあどっちかだと思うんだけどな。ネズミさんと兄じゃ全然黒くないです。そしたらネズミさん白いんで兄じゃさんですね。状況でそうなるよね。思い出していただいたら俺最初に押さないですから。そんなんだいや押してるんですよね。2キルぐらいしますから。いや次ダブルキル食らったら終わりなんで。あ、終わっちゃうんですよね。確かに。いやどうすんのよ。いや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 、あれだよな。こんな何もわかんないな。これ違ったらすいません。俺さっきちょっと怪しかったの思い出すよ。やばい、やばくない、これはやばくない、やばい。覚えときますからね、これ。これやばいですね。なんかこじれちゃったね、変に。そうですね。でもね、大体お笑いの人が、はい、僕初めてなんですっていう時は殺してます。今までの統計からいくと、あの一番最初の頃必ず使える一番いい言い訳ですからね。そうです。サンシャインさんも一回やってるし、岩井さんも一回、僕や初めてなんですよ、これとかって言いながら殺してますから、絶対、大体お笑いの人ね、やってないっていう時はね、絶対やってるんですよ、これ。そうね。追い込むとね、そう。言うから、それ。お、あ、もう？では、そうです、ね。え、なんで、池崎さん、はい。なんで池崎さん僕のことを追い込もうとしたんですか。追い込もうとはしてないよ。寂しいから一緒にいただけじゃん。寂しいから。いや、めっちゃ怖かった。僕は通信室で、うん、池崎さんとアニジャさんがコクピット行くの見えたから、うん、ちょっと怖いなって思いながら通信室に一回隠れてたんですよ。うん、そしたら池崎さんが通信室の前通った時に多分僕を見つけてわざわざ入ってきて。いや、いいじゃん。いやめっちゃ怖かった。絶対殺されると思った。そしたらゲルグーが邪魔をして殺せなかったんだな、きっと。本当にコックピットに用事あるのかなってすごい不安だったんだけど、俺。松丸くん、ちょっと疑いすぎだね。大丈夫？いや、本当に。ちょっと池崎さん、だいぶ怪しかった。違うよ。だってこう一人でいたらやられるかなと思って、誰かといたいと。もう一票入れられちゃったんで、ちょっとジャスティスがちょっと怪しいかなと思います。なんでジャスティスなんだから池崎は。なんかすごいな僕も。やばいでしょうよ。いやでもさっき兄者を忘れてるけど、まあ兄者と一人があれたかもおかしいんだよね。ただ兄者池崎で順に釣るか、池崎兄者で釣るかでどっちかじゃないかと私は思います。兄者で行きましょうか。そしたら兄者で。まあそして最初これ最初の疑いが大きいかな。いやでもめちゃくちゃくっついてきたから本当に俺も怪しいと思ってるよ。でも池崎さんのね、ジャスティスさんのくっついてきたじゃないですか。いや、くっつい、さ、寂しいからいろんな人にくっついていくもんです。僕も初めてなんですよ、このマップ。わかんないんです、本当に。でもね、大体お笑いの人が、僕初めてなんですっていう時は殺してます。トイレ全部開けたから。どっちだろうな。いや、でもこれ間違えたら終わりなんだよな。そうなんですよな。いや、池崎さんはまだワンアウト感あるんで、ちょっと。やっぱりじゃあ、こっちからか。さんかな。いやいやいや、これはもう、これはでもね、ちょっと、ごめんね、兄者。松丸くんも怪しいということに気づいてほしい。なるほど。全部松丸くん主体で主導で話しやすいから。まあそうですね。僕主体で話してるから。まあ、うん。その3人は容疑者。いや、もしでも兄者さんじゃないとしたら、僕とネズミさんが兄者さんに入れてたはずなんですね、さっき。なるほど。だから、まず間違いない。黒くないから。池崎さん、じゃないのかな。またね、票入れる。
わかりやすいけどな今のとか、まさかのインポスター同士でなすりつけ合うという異例の事態に発生するっていう、ね、おかしいな。池崎さん、アニジャを売るという話が あかんやろ。売られてるのに俺死ぬのおかしいですよね。これ普通どっちか生き残るとしたら俺だと思ってるんだけど、その中なんだろう、危険な確率がリスク大きい方とりあえず先に切っとこうみたいな感じなんだよね。めちゃくちゃなインポスターだなあの人。あ、いやもうあれはね、強人だわ本当に。今日ね、本物の天然のだよ、ね、だって天然の強人だわ。あれほど言ってたにもかかわらず誰にも投票してないしね、三者に。本当にいやこの人すげえわ。いやーマジで、あんだけなんかこうなすりしといて本当頼むっすよ。追いかけてる。やったけど、もうこれ松丸くん消しちゃダメ。40秒ぐらいあってさ、全然もう倒せないんですよね人が。あ、ちょっと長いかもね。ちょっと長い、意外とね。うん、35秒ぐらいでいいのかもしんない。そのピンポーンってされちゃってさ、うん、もう最初に自分で押しとくことでかなり白身を深くしたんだけど、ダメだったか。あそこで俺はもう完全に疑わなかったからね。ネズミさんか誰かかなと思ったら後ろからアリンジャにやられたからな。やっぱなんか身内殺すとすぐ怪しまれちまうな。松丸くん殺したのは完全に池崎さんやっちまったなっていう。まあね、でもかなり時間経ってるから、あ、もうワンキルでいけるかもね。今までのピンポンピンポンでもう誰もピンポン押せないから、死体が発見されない限りは割といけるんじゃないか感は。頼みますよ。これあと1キルか。光輝け。そんなことねえな。光輝け、探してる探してる。あー、鉢合わせてしまった。おとちゃんいた。あ、早い、食べるスピードが早い。いいぞ、やるね、俺は来た。これいけるかもね。これいけるかもしれない。これいけるいける。死体がちょっとこの死体がね、むき出しなのがちょっと気になりますけど。いや、ただね、残りが健一さんでネズミさんだから、もしかするといけちゃうねこれ。あ、誰が死んでるんだ。うわ。やっぱりこれはね、このグリーンの人が絶対そうだよ。僕です。僕押しました、通報しました、はい、僕ちょっとセルフでね。セルフじゃないですよ、怖いっす。僕でも鈴は僕ずっと一人でいましたけど、ネズミさんと、はい、ネズミさん、僕アーカイブでずっとタスクをちまちまやってました。ああ、そうか。でネズミさんが通りがかりました、何度か。でもその度に怖いなって思ってました。でも何もされませんでした。うん、だって白いからね僕。でもどうなんだろう。間違えると終わりなんだよ。ネズミさんはどこにいたんですか。僕はね、おとちゃくんが邪魔をするのでミーティングルームに行けなくて、プロペラが来なくて、それでアーカイブから貨物室回って大回りをして、ミーティングルームの方へ向かっていました。どのみちミーティングルームにもタスクが1個あったんでね。これはね、さっきからね、ずっとあのパス投票をしなかったサンシャインの人が、僕は、真っ黒な気がしてます。いや僕はだって一回オトジャさんに間違って投票してるし、一回やってるし、うん、でもあのみんなでアニジャに入れた時も、うん、はい、うん、入れてなかった、あの逃げてたんでね、投票をね。まず間違いないです。いやいや、どっち。ケンさん、僕見つけてるんですよ、はい、リアルに。だからあの自分で殺して見つけたっていうことですよね。ケンさん、僕もアマグラス、はい、ほとんどやってないんですよ。こういうみんなでやるときしかやっぱやってなくて、でもね、大体お笑いの人が僕初めてなんですっていうときは殺してます。コツ分かってなくて、だからとりあえず見つけたから押したっていうか、ケンイチ君の方がもっとやってないような気がするんだから。僕はね、やってないんですよ。だから僕はずっと今孤独に一人いたんですけど、二人とも僕遭遇したけど殺されなかったからな。ああ、もう僕絶対白なのに。ああ、どうしよう。僕は。ああ。これどうなるんだ。危ねえ。そうですね。
ナイスです。危ねえ、やったー、ナイス。そうなるんだ、絶妙な勝ち引きが。そうなるんだ。いやー、超ハラハラドキドキした。ファインプレーでしょ。いや、ファインプレーです。めちゃくちゃナイスです。アマガソやってるかどうかの議論に最後は何もしなかったけど、もうね、うわー、アニジャさん、バイタルで松丸くんがやられてる時点で、あかん、池崎さんや、あかんって言ったら、池崎さんが目の前から来たわ。いや、もう、アドミン端末見てたら、池崎さんが僕の周りをなんか、衛星みたいにぐるぐる回り始めて、もう恐怖でしょ、なんか。そのシーン見てた。絶対絶対やったろ、ぐるぐる回るって言うじゃん。やばくて惜しかった。池崎さん最後、ね、みんなと全然合わないですよ。僕、タスクがどこにあって何かが全然わかんなくて、誰とも違うんですよ、ね、違うんだよ、タスクが違うんだよ、ダメだよね。あれ、僕が全然ミス。はい。池崎さんはもう二度とジャスティスって叫ばないでください。え、これ僕がネズミさんに1票入れてたらどうなってたんですか。いや、まだ続行だったな。続いてますかね。続いてます。あ、違う、入れとけばよかったんだ。はい、その通り。確かに良かったですけど、まあ駆け引きですよね。入れないことによってケインチさんのこう心を揺るがすっていう、はい、入れなかった結果良かったような。みんな入れてんのに池崎氏はまた普通に横向いて、はい、あの投票してないから、うん、バレそこでバレたか。入れればよかったですね。前代未聞ですけど、本当にあのインポスター同士で売り合うっていう。そこでね、すごかったじゃん。ジャスティスではないと思いましたもん、やっぱ。すごい速度で売られた。まあ、ちなすごい、初めてだったことなんだこれ。でもね、大体お笑いの人が、僕初めてなんですっていう時は殺してます。絶対悪い人はいないと信じている。